広島県広島市の京橋側に架かる道路橋。明治時代からある人道橋が1990年に現在の道路橋に架け替えられた。2001年度僕学会デザイン賞受賞。広島市道筆三高五千起点に位置する橋。共名の由来は下記歴史参照。上流に東広島橋、下流に被爆橋梁の七三橋がある。東泉交差点が 広島県三37号広島三次線及び広島電鉄みな実線との交点。さらに東へ行くと、七三トンネルへと入る。西行き平和大橋を渡ると、広島平和記念公園に入る。東泉田元には、被爆樹木レヤナ柳があったが腰死し,し、現在のものは同じ根から被爆後に入ったものが存在している。2001年土木学会デザイン賞受賞理由として、 構造デザイン、欄干デザイン、西側の橋爪広場の三つが上がる。春桁は本来であれば番桁が合理的な主観割りであるが、景観性を加味し、両外側は箱桁を採用している。欄干は、上部の傘木石を工房が支える構造となっている。そして、橋爪広場は、道の両側に直径36メートルの半円状の広場で、 平和大通りと歌詞緑地そして京橋側とをつなぐ空間を演出している。昔、七山に鶴が飛来していて、それを見るために、現京都詰めあたりに広島藩により鶴見小屋が置かれていた。また、江戸時代、防犯のため城下には佳境規制が敷かれており、京橋側には、ここの上流側に、西国海道筋の京橋があるのみで、 ここには、七三渡しという渡し場があった。明治に入ると、廃藩地県により佳橋規制は解かれ、1880年、この地に橋町110メートル幅5.4メートルの、目標として佳橋、鶴見小屋から、鶴見橋と名前がついた。1945年8月6日、原爆被災、爆心地から1.70キロメートルに位置した。当時この橋の西爪では、 建物疎開で、学徒や義勇軍が動員されており、出動学徒だけで49%が死亡している。橋自体は、木星降乱の一部が、熱戦により自然発火し床にも広がりつつあった。ところへ、避難者が協力して砂をかけて消し止めたため、落橋には、免れた。上流にあった八木橋が焼け落ちてしまったため、吉山橋と共に、市内から、吉山へと避難者がたくさん押し寄せ、 死者も続出し生産な現場となった。なお、爆心地側の西側にあった建物のほとんどは全焼しており、西方は濃い、南方は宇治名まで見渡せる状況だった。同年9月の枕崎台風、同年10月の悪根台風により、京橋側は相次いで増水。この橋も流出の危険があったが、近隣住民の手により桁に引っかかりそうになる、流木などの浮遊物を取り除いたため、 落橋から免れた。1948年、砂船が橋脚を破損し一部落橋した。その後直されたが、1958年再び、木橋で掛け直される。1973年鉄筋コンクリート桁の幅1.8メートルの人道橋に掛け替えられた。1990年平和大通りの福音に合わせ、広島市道七三市のの目線整備に伴い、 現在の橋に架け替えられた1955年頃七ッから広島市内を望む初代の歩道橋ありがとうございます。